今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。家庭用のコンロだったらもうこれで十分ですね。焚き火用に、まあ、これをね、折りたたみ上方法について一つの案を試してみようと思います。こういう感じなんだ。ああいいね、これちょうどいいテンションかかって、これだと長いのでここで加熱してもここまで熱くならん気がします。だからチューブいらないんじゃないかな。暑いね。なんで穴開いてると暑くなるの。5分だ。全然暑くなる。入った。よし、いいね。全然熱くない。6分経って、これはいいです。シリコンチューブいらないね。ここはねちょっと熱いかな。やっぱりそのここからつながってる太いステンレスがある上を触ると熱いんだけど、そっからでも1センチずれると全然熱くないです。あれだね、あったかくもないですね。すごいね、このステンレスステーはね。いやーびっくり。もうこれ全然多分ね中火でも強火でもいけると思います。ただモンターナのパンはね中火以下で使ってくださいっていうのが元々のね想定なんで、まあ、中火以下で使うんですけど、もうこれいいですね。全然熱くないんで焚き火でもこれだったらいけそうですね。素晴らしいです。もうすぐ9分。ああ全く熱くなる要素がない。もう全然いいですね。完璧です。ダークソースでいきましょう。この中に焚き火でも使える、それをグリルホットパンの全ての機能が入ってるっていうね、それはすごいんじゃないですかね。焚き火仕様バージョンその1が完成したので説明しながらね組み立ててみようと思います。これちょっと一時的にね皮紐で閉じてる感じですね。はい、こういう感じです。で中に袋を入れてます。この袋は何の袋かちょっとよくわかんないんですけど、おそらく何かを買った時についてる、ちょっと柔らかいね、クッション製というほどではないんですけど、で、この中に一通り、組み立てに必要なものをこんな風に入れてます。ちょっと予備のパーツなんかも入れてますのでね、少し多めなんですけど。で、こちらのプラハンドルについては、現時点ではまだ、加工は終わってませんので、置いときます。あと、焚き火バージョンにするときには、こちらのシリコンチューブも必要ないので置いときます。使うのはこれらのパーツですね。で、ナットは使わないようになるべくすべてネジ切りを、この溝をね、掘って固定するようにしてます。で、こちらとこちらですね。これがもともとモンターナ。で、こちらが今回、ダイソーのステンレス手を切って作った延長ハンドルということになります。で、いずれもね、この長さ、中にちょうど入りますのでね。で、これをつけるときには、向きを考えます。こっち向きですね。はい、
この上に上がっていく向きを間違えないようにこちらにくっつけるんですけど、ここがですねやっぱり回転しますので、強い力がかかったりした時にね、あの調理の途中でふっと回転したりするとそれはストレスなので、回転しないように手締めするためのこの超ナットにしました。最初はねドライバーとかあるいは六角ナットでね締めようという考えあったんですけど、ネジがですね全部で6箇所と多いので、ドライバーとか六角ナット、六角レンチを持ち歩かないといけないというのはちょっと面倒だなという。そして、六角ナットだと手締めするんですけど、やっぱり締め付ける力が限られますので、この超ナットにしました。で、超ナットをつけるときにもこちらにまずバネワッシャーを入れます。このバネ状のねワッシャーなんですけど、これを入れることによってよりギュッとね、締まり込む感じになりますので、そういう固定をしようと思います。こういう感じですね。軽く締めたら全然こう固定されないんですけど、ただこのギュッとあのバネをね、あのバネの力っていうんですかね、それを利用して締め込むことでかなり強い、もう曲がらない、手ではね思いっきりやらないと曲がらないぐらいの硬さになります。これが延長ハンドルですね。でこちらを、ここの本体につけます。でこの時も以前はねプラスドライバーでやってたんですけど、手締めができるようにこの六角穴付きのボルトにしました。はい、こんな感じです。これがね一方の完成形です。もう、工具はなしでね、締めれたらいいなということでこんな風にしました。はい、でこちらね超ナットの方もこの六角穴ボルトの方も長さをね、ネジの長さをカットしてますので、それはね、別の動画で撮影しましたのでこちらをご覧ください。もともと買ってきた時には超ナットも六角穴ボルトも全てですね10ミリか超ナットはそれ以上かなしか売ってなかったので割と長かったんです。したがってこんな風に飛び出してるんですけど、この状態のままだとですね、2つのパンを挟み込んだ時にボルトの先端が当たってしまって綺麗に閉じることができなかったので、それぞれ切りました。カットするときにはグラインダーで切断バーをつけてカットしました。今非常に暑いので、あの気温がですね高いので、カットしている途中でね本当にステンレスのボルトなので結構熱が出るんですね。したがって危ないので冷やしながら撮影しました。こんな感じです。しかしやっぱ夏は暑いね。これから暑くなればなるほど、ネジ切るときはこんな風にナットにつけてやればねいいっていうのを教えていただきました。そうでした、あの教えていただいた視聴者の方本当にありがとうございました。冷やしながらね作業をします。夏はね本当ねモーターを使った機械はねものすごい熱くなりますからね。ということでボルトを切るときにはね、視聴者の方からナットをつけてからやるんですよっていうのを教わって、これ本当にね、良かったです。以前ね、やってたような記憶があったんですけど、すっかり忘れてましたのでね、アドバイスいただいてありがとうございました。では、引き続きいきます。もう一枚の方もね、ネジを手締めします。あくまでも、もうドライバーとか六角なレンチは使わないという前提でね、作りましたので、こういう風にね、すべて手締めでやるという感じです。はい、やっぱりねこちらのバネワッシャー入れることでね強く締まります。で締まりましたらこの2つをくっつけます。でこういう感じですね。はい、見えますかね。ここがねいい感じのテンション効いてます。で、ここのね間はボルトを切ったので干渉することがありませんし、この内側についてもねこちらですねもボルトをカットしているので、ボルトが干渉するということはないです。でガスコンロで調理した様子は最初にお見せした通りです。こちらのモンターナの取っ手部分は加熱を始めて3分もすればものすごく熱くて持てない状態になるんですけど、それでもこちらのステンレスステーの部分は全く熱くありません。特にこのモンターナの金具と接してるところを持つとステンレスステーも熱いんですけど、そこから穴2つ分ぐらいですね1センチ離れたこの辺りを持つと全く熱くないので、これちょっと不思議だったんですけど、
まあ、この穴があることによってこちらの熱が伝わりにくい、あるいは熱をここから逃がしやすいという効果があるんではないかと思ってます。ということでこれ全くね、もう10分以上やってても熱くならないので、非常にね優秀な延長ハンドルではないかなと。まあ、見た目もねちょっとこうメカメカしくてねかっこいいんですよね。今までとはねなんかこう使っててなんか違うんですけど、これね結構おすすめです。こう適度なね弾力もあってですね、非常に持ちやすいです。またこれとこれをねやっぱりこう固定したいなという時もありますので、その時にはねもうこういう革紐ですね、こちらを使ってやってやればいいかなというふうに思ってます。革を紐をね通してやって、でここで結ぶわけですね。まあ、あらかじめ結んどいたらね引っ掛けるだけで済むので、そういうことでいいとは思うんですけどね。革紐を使えばね見た目もいいですし、固定されてますのでこうね外れませんし、まあいいかなというふうに思ってます。あと役立つかどうかは不明ですが、ボルトナットのね予備を入れてます。これは、まあ、亡くなった時の予備という意味もあるんですけど、実はですねナットを入れてるのには理由があって、もしものすごい強い焚き火とか炎がね向こうの方にあるような、まあ、グループキャンプなんかの時に、これよりももっと延長したいなという時にですね、こちらを使って延長するわけです。はい、こんな感じですね、とってもね長いちょっと入りきらないぐらいね長いフライパンとなります。これだと取っ手の長さだけで32センチちょっと、結構ね長いですので、まあ、こういう使い方もね実用的かどうかは分かりませんけど、まあ、組み立て式なのでこういうオプションもありということですね。今後の課題としてはこちらのモンターナ製のね硬質プラスチック製のグリップ、非常にね持ちやすいんです。ここに溝を掘ったりしてつけるとか、まあ、あるいは、うん、ここにステーをね固定するとかなんかのね形を考えたいと思います。これはこれでねすごくいいのでね、もう取っ手のバリエーションの一つとしてね採用したいと思ってるのと、あと別の視聴者の方から伸縮式ハンドルがいいですよっていうねご提案いただきました。伸縮式ですよね、こう短くも使えるし、こうスルスルっと伸ばして長くも使える、これね理想的なギミックだと思うんですよね。なんか非常に魅力を感じてます。ただまあ一番ね工作の難易度が高いので、すぐにはね思いつかないんですけど、こちらについてもね引き続き考察してますので、またねあこれがいいなという風な状況になったら、動画で公開させていただきたいと思います。ご提案いただいた方ありがとうございました。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからぜひコメントもねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。